目が目が温まるわ温まるわ。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。ちょっと待って、カメラはちゃんと俺カメラのレンズ迎えてるのか迎えてるのか。というわけでよいしょ。いやーもうね、ちょっと若干前のめり気味だったね、やっぱりね。目が見えない状態で動画の撮影するのは皆さん危険ですから、ぜひおやめくださいってことなんですけれども、いやもう目がで難し状態よ。俺もう目がもう最近シパシパ、目がシパシパなんですよね。あればいいのになって思うよね。なんかそのムスカの目薬とかあってさ、ムスカがコマーシャルで目がーとか言ってさ、じゃあこれを打ってとか言って、ペーとか言って目が復活したみたいなね、ムスカの目が復活するぐらいスキッとする目薬ね、そんなのあったらいいよねってジョーク聞きすぎかな、そのコマーシャル。というわけで、今日はですね、刑事チャンネルと話すべのコーナーとなっております。こんなしょうもないことばっかり考えてる私と皆さんお話をしましょうというところです。皆さんからいただいたコメントをもとにトークを進めていくという、そんなね機会となっておりますので、ぜひね今日のコメント欄にもですね、皆さんコメント書き込んでいただけますと、次回の、話すべの企画で読まさせていただきます。僕に話してほしいなと思うようなトークテーマがもしあるなら、そういうこと書いていただいてもいいですし、皆さんの近況を書いていただいたり、変なこと一言書いていただいたり皆さんのご自由に書いていただいたものの中からなんかお話ししやすいなといったものをピックアップしていきます。では今日もやっていきましょう。基本的にね、このコーナーで話す僕のトークは比較的な、その素の自分にちょっと近いかもしれませんね。なんかこう変に演じたりとかね。いや演じてるないや演じてない、銀八とかやってるよな。まあそういうのは別として、割と素直な気持ちで答えてることが多かったりします。ではまずこちらのコメント、リュウ191996さんからのコメントです。人生初コメントです。自分は発売日にゲームを買うことが最近は減り、その理由として面白くなかったらとか、すぐ値崩れしてしまったりとかで発売日にゲームを見送る回数が増えました。それが原因でプレイしたいゲームがどんどん増えたりもするので、買うときにすごく悩んでいます。刑事チャンネルさんは発売日にゲームを買い積んでいますよね。自分には性格上積むことは難しいです。そんなところで、質問なのですが、欲しいソフトが複数ある中、さらにそれがジャンルがバラバラ、そんな状態でソフトは1本しか買えない状況なのですが、そういった場合の解決策や、そもそも積めば等の刑事チャンネルさんの意見が聞きたくコメントさせていただきました。長文失礼しました。コメントサンキューとチンアナゴ使って何かしてほしいです。ということで、ね、チンアナゴ今ねリビングにあるんだよねとりあえず一旦コメントサンキュー、コメントサンキュー。見ろ、人がゴミのようだ、みんな逃げて、もうコメントに答えるのやめようかなって思ってるんですけれどもまあ基本的にですね、積んで積まれろ積めどんどん積んでいけなんていうところもありますけれども、まあ確かに僕もね、学生の頃とか若い頃、何でもかんでもゲーム欲しいもので欲しいだけ買えたわけでもなかったですから、まあ欲しいゲームがいくつかある中で、まあゲーム1本とかっていうね、若い頃はまあそういう風にして僕も過ごしておりましたね。だもんだから、やっぱりその失敗したり成功したりっていうのは結構繰り返してたりはしましたよね。結局のところ遊んでみないとどのゲームがどれだけ楽しいかっていうのは自分にはわからないんだよね。なので、まあ、最終的には僕は今まあ、ある程度ゲーム買っても、まあ、別に大丈夫な生活をさせていただいてるので、なんとか欲しいなと思ったゲームはなるべく遊ぶようにして、でその感想を、まあ、動画の中でお話ししたり、あるいはまあ僕はね基本的にでも誰かの感想でゲームの購入を決めてほしいなとは思ってないんですよ僕がやってることと真逆じゃねえかって思うかもしれないんだけども、そのゲームの感想は遊んで自分でぜひ持ってほしいな、面白いか面白くないかっていうのはぜひ自分で遊んで決めるのがいいんじゃないかなって僕は思ってるので、気になったゲームはなるべく手にするようにしてますね。でもいいんじゃないかな、そのどうしても選ばなきゃいけない1本ってさ、そういう風になった場合結構いっぱい考えるじゃないですか。自分に合ってるゲームとか自分が好きなゲームって何なんだろうかってしっかり考えた上で、そのじゃあ今候補に上がってるゲームそれに近いものってどれかなとかって、そうやってなんか繰り返してるうちに多分だんだんゲーム自分に合うゲームを選ぶのが上手になっていくような気がすると思うんですよね。
なんか失敗もまあ最初のうちあるかもしれないんですけれども、まあ選んでしまったゲームが全然自分に合わなくてつまんないなって思ったりしたことも、それも含めて、まあゲームの思い出として捉えていただくと、よりなんかゲーム自体を楽しめてるような気がしていいんじゃないかなって僕は思いますけれどもね。なのでまあ解決策があるとしたならば、今すぐ即効性のある解決策は多分ない。だけども繰り返していくうちに自分に合ったゲームを常に選べるようになるスキルが着々と身についていってるんじゃないかななんて思います。そうすることでね、これからのね龍19さんのゲームライフがどん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 より良いものになっていく、その過程なんじゃないかなとちょっと思っておりますといったところです。そしていつの日か、いつの日か何でも欲しいものをどんどん買うようになっていくっていう、そういうね時がね来るかもわからないです。それはそれでね、また違ったね楽しみが見えてくるかもしれませんけれどもね。続きましてのコメントいきたいと思います。金満足さんからのコメントです。ケンジさん、いつも楽しく拝見してます。もはや生活の一部と化してます。大丈夫かなその生活はちょっと危険信号出てるかと思いますので、2日に一遍にしてください。嘘です。毎日見て、毎日見て、もう毎分見て、毎分毎秒見て、毎秒見て。はい、続きまして、続きましてじゃないよ金満足さんのコメント続いて読んでいきますよ。日常、常日頃疑問なのですが、それだけの動画投稿頻度とクオリティの高い編集でどうやって仕事と両立されているのでしょうか。本チャンネルの毎日投稿だけならまだしも、サブのゲームチャンネルもありますし、それに加えてプライベートでいろいろなゲームを最後までクリアされているようなので、かなりの時間を使われていると思います。取りだめしているかと思いきや結構タイムリーな話題が多かったりと、そういうわけでもなさそうで本当に不思議でなりません。その多動力のコツぜひとも教えてくださいというわけでね、ありがとうございます。多動力ってなんかそういう本あったよね、ホリエモンさんだっけね。これね、だいぶ前、1年2年ぐらい前に、時間の使い方みたいな、時間の作り方かみたいな動画をね作ったことがあります。多分ね、そこにある程度集約されてるような気はするんですけれども、結構でもね言われます。仕事をしながら、動画毎日ってどう考えても無理じゃねって、まあ、よく言われるんですけど、まあそれが無理だなと思う人には多分同じことはできないんじゃないかなと思います。僕は何年前だっけ ?2 年ぐらい前のある時。まあ、毎日投稿したら、チャンネルの成長って結構大きくなるよなと思って、ちょっと本気で毎日投稿に取り組むようにしたんですよね。その上でやるべきことってのは、ただやっぱり一つ、時間の確保。時間の確保どうやってするかって言ったら、その、1日の間に空いてる時間って結構ある。ね。空いてる時間をいかに活用するか。ね。まあちょっとした時間ってなんかその意識せずどんどん過ぎていってる時間って結構あると思う。家に帰ってきて、ふーってソファーに座ってのんびりし始めて30分から1時間とかもしあるんだったら、その時間って結構使えるよねとかっていう風に思っちゃう。あと移動の時間ね、出勤、通勤時間って行き帰り合わせたらどれぐらいの時間あるんだろう。その時間って、まあもちろんその時間にパソコン作業をできるできないっていうのは無理かもしれないけども、例えば動画のアイディアはそこで考えるようにするとか、まあ、スマホを使って情報収集をすることもできますし、結構ですね使おうと思うとできます。で、僕にはもちろん仕事の休みがありますので、休みの日はほとんど動画にかかりきりですね。特にゲームのプレイ動画に関しては、その休日の時に割とこうバーッとプレイしてしまって、あとはそれをじゅんぐり時間をかけて、編集していくっていう形になっていますねといったところですね。でこれね、このやり方って別に実はですね、 YouTube 始まってから別にこれやってるわけではないんです。僕昔漫画家になりたいと思ってた時期もあって結構前です。挫折しましたけど、絵が下手すぎて、まあ物語も下手くそすぎてね、挫折してしまいましたけれども、その時も結局空き時間に全部やってましたね。アイディアはなるべく、まあ、仕事の移動時間とかで、で、まあ、あと書くっていうのはもう家でしかできないから、まあ、それ以外の時間、家にいる時間は、なんかソファーでのんびりとかテレビつけてぼんやり見るみたいな時間はほぼなかったですね。なんていうような感じです。あとは、その時に関してはね、食べるものもね、なるべくさっさと食えるものばっかり選んでましたね。即席で作れて、サラサラっと食えるもの。だからね、蕎麦ばっかり食ってたなとかってちょっと思ったりもするんですけれども。
でもちろん動画の撮りだめしてます。ほとんど撮りだめですね。この話すべとかだってね、撮影してから一体どれぐらい後に出てるんだろうっていうぐらい結構時間が空いてますが、時折タイムリーな動画が出るのは、タイムリーなものはすぐ撮ってすぐに出してます。なのでタイムリーな動画は編集雑ですよ。ちゃんとよく見ていただくと、ね、ですげえ雑な編集のものと、ちょっと頑張ってる編集のものがいくつかこうポン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 と、ね、散りばめられるように出ていってるかななんていうふうに思いますので、ね、そんなところです。なので、まあ、正直だから犠牲になってるものってゼロかってやると違うかなと思います。結構その自分の中では犠牲になってるものすごく多いかもしれませんね。職場の人と、仕事関係の人とね、遊びに行ったり飲みに行ったりみたいなことはほとんどしません。酒なんか飲んじゃったら1日終わっちゃうので、僕結構深夜まで作業したいなと思うので、なんか夜10時9時ぐらいから酒飲み出してじゃないんですよ。もっと夜中1時2時3時ぐらいまで、動画編集してる時もあったりするんですよねなんて言って、僕はねこれがねでも続かないの問題はね、これを楽しめてるか楽しめてないかってすげえ大事だなと思って、口も開かなくなってきた。すげえ楽しめるか楽しめないかがすごい大事だなと思って、僕は今この YouTube で動画を作るっていう活動がすごく楽しめているので、まあ、今日まで続けていられてるのかななんていうふうには感じておりますね。だから多動力のコツは何かって言われたら、楽しめるかどうかかななんてちょっと思っちゃったりしましたね。ホリエモンさんの本を読んでないのでわかんないんですけど、まあそんな感じでね、まあ皆さんもぜひ仕事しながら何かしたい人って結構いらっしゃると思うんですよ。俺の周りにも結構いたんだよね。でそういう人たちってすっげえ人生輝いてるように見える。旗から見たら、うわこの人すっごいキラキラしてるなっていうふうに見えました。その人たちはね、その頃の一方、その頃の俺と来たらね、うだ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 仕事してうだうだパチスロ打ってるだけのどうしようもないやつだったなって思ってます。まあ今でもどうしようもないやつは根底にいるので、根底に流れてるので、そんな変わってはいないんだろうなとは思ってるんだけれども、まあそういう当時ね僕が見たキラキラしてる人たちに一歩とは言わない、半歩でも近づけたかな、どうかななんていうふうに思いながらね、過ごしておりますけれども、といったところで、なかなかちょっと次に行かないので、もう次に行きましょう。では続きましてのコメントです。AA さんからのコメントです。刑事チャンネルさん、こんばんは。私は今、芸大に通っている3回生です。日頃自主制作の活動、と塾講師のバイトの合間に、刑事チャンネルさんの動画を楽しく拝見しております。ありがとうございます。自主制作でドラマの脚本と監督をやってるのすごい、すごくね。言ってしまえば映像のプロを目指してる人が、こんな素人まがいの、素人まがいってなんだよ。で、の、しょうもない映像を見てくれてるって思うと、なんかすげえ、恐縮ですし、恐れ多いなと思います。話は変わりますが、私の夢は東京の大手映像制作会社に就職し、世界に羽ばたく映像監督になることです。その夢を叶えるため芸大に進学したのですが、世間の大学3回生といえば今は就職活動の時期です。私も世間の流れに乗り遅れたくないと思い、先日より就職活動を始めました。その際2つの悩みを抱えることとなりました。それは実家近く、親元から遠くない場所で就職するのか、夢を追うためにこのまま東京で就職するのかということです。親がかなり高齢なので地元に帰り親の介護や面倒を見なくてはいけないのではないかという不安などから生まれたものです。そこで刑事チャンネルさんにお聞きしたいのですが、どのような考えを持って就活していけばいいのか、ぜひよければ考えをお聞かせください。また YouTube 界の博識紳士として名高い大先輩の刑事さん、これちょっと皮肉入ってるだろ。誰もそんな風に思ってないんだよ。ちょ、これ半分皮肉入ってるな、これ。ぜひ風格漂う一括をしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。一括はしません。一括なんてするような人物ではないです、私は。これからも動画制作かけながら応援してありがとうございます。いやー、すごいですね、でも。映画監督を目指すか。映画監督ってどうやったらなれるんだろうとかって悩む職業ナンバーワンだよね、なんていうところなんですよ。そうか、映像制作会社に入りっていうところからみんな出てってるのかな、まあなんていう感じなんですねと思いつつも、就活にちょっと悩まれてらっしゃるということで、で、まあ、今読んだコメントに対して僕は僕ならこうしますっていうお答えをすることはちょっとできかねるかなと思います。こういうのは自ら
の決断でなければ意味がないかなと思いますし、もちろん僕がこうだって言ったからといってその通りにするとはもちろん思わないんですけれども、ちょっとお答えするにはちょっと僕はできないかなと思います。まあ、その代わりといっては何なんですけれども、僕の頭の中のものをちょっとですね、お話しできたらいいかなと思います。2つの選択肢で悩んでる時、まあ、どっちかを選べば何か後悔が待っているんじゃないかっていうふうに僕はあまり考えないようにしています。どっちを選んでもそれぞれの人生が進んでいく、その中にそれぞれの課題がある、やってくるんだろうなっていうふうに僕は考えるようになるべくしております。こういうのって例えば東京に残れば親のことに対してゆくゆく後悔するんじゃないかって思ったり、まあ、親元に戻れば自分の将来の夢に対して挑戦できなかったことにして、後悔してしまうんじゃないかって思いがちなんですけれども、そのそれぞれの課題だと思うんですよ。夢を追うのに、その監督、映画監督になる夢を追いかけた場合、課題になるのはじゃあ親の介護をどうするかっていう課題が生まれてくるんですよ。でそれをうまくやりくりしていく、そういう人生が待っているんじゃないかなっていうふうに想像できます。まあ、もちろん進んでいけばもっと違う課題とか、まあ、別の形になっていくかもしれませんし、ね、でその逆、親元に残った場合、親元でどうやって映画監督になる頑張りができるかなっていう課題が出てくるじゃないかなっていうふうに思います。まあ、もしくは映画監督全く諦めて違う仕事に就くんであれば、違う仕事でどうやってこれからの自分の人生をそのより豊かにしていこうかな、親元で親の介護しながらっていう、そういう課題が出てくるんじゃないかなと思います。どちらかを選んだら後悔するっていうことはないと思ってます。後悔というよりも、まあ、どこまで挑戦できるかっていうことなんじゃないかなっていうふうに僕は考えるようにはしています。僕もさっきもちょっと言ったんだけど、漫画家になりたいって思ってた時期があった。子供の頃から絵を描くのが好きで、よく絵を描いてた。学校の先生からは絵うまいな、画家になるのか将来なんて言われてさ、僕はちっちゃい頃喜んで、はい画家になりますなんて言ってたもんなんだけれども、気がついてみたら全然絵なんて描く仕事なんかしてなくってみたいになってて、あれ俺なんでいつから絵描くのやめちゃったんだろうなみたいな感じの気持ちになったんですよね。でそうやって思ったのが、まあまあ結構な年取ってからなんですよ。まあ漫画家ってよく言われるんですけれども、まあ若いうちから描かなきゃダメだなんて言われてたんですけれども、でもこのままじゃ嫌だなと思って、挑戦しましたね。挑戦したんですよ。挑戦して目いっぱいやりました。その時は自分なりの目いっぱいをやって、そして目いっぱいやって自分じゃダメだなこれはっていうところに行き着いた。それは別に失敗だとは思ってないんですよ。そして後悔もしてないですね。挑戦できたし、挑戦した結果、自分にはかなわないなっていうところは自分に理解することもできたし、で若い頃に挑戦できなかったことも後悔することはなくなりましたね。若い時に挑戦していなかったからこそ、ある程度の年齢になってから一度全力でやろうって言って全力で取り組むことができたんですよ。そういう人生として、まあ自分は今納得してます。なんかだんだんね、関係ない感じの話にねずるずるとずれていってるような気はするんですけれどもね、今ですね、私が経験してきたことだとか、日頃考えてる根本みたいなのを簡単にお話しさせていただきました。何も伝わらなくても結構だとは思ってるんですけれども、はい、永遠さんの人生に幸多からんことお祈りしております。では続きまして、白羽根さんからのコメントです。今回は珍しく真面目なお話が多かったですね。ケンジさんのやってみたい理想のゲームってどんなゲームですか？現実可能不可能は置いといて、こんなゲームができたらワクワクするみたいな、ゲーマーなら少しは考えたことがあるはず。そうですね、やっぱり考えたことありますよ。僕もこんなゲームがあったらな、ワクワクみたいなのってあるんですけど、実はですね、子供の頃に考えたそういうワクワクって今のゲームってほとんど実現してくれてるんですよ。そのより一層その綺麗な、ね、グラフィックになっていて、リアルな動きで、ね、本物のバトルみたいなリアルタイムの戦闘で考えただけでワクワクしてた昔ね。それ今ほとんどそれだもんね。格闘ゲームとかでもそうなんだけど、ね、格闘ゲーム普通にさ、ストリートファイター2とか、いろいろ遊んでたりするわけで、あれはあれですごかったんだけど、もっと、なんだろう、
アニメのドラゴンボールみたいなすごい戦闘とかできたらもっといいのになとかってやっぱ思っちゃったりしたわけですね。そういうのも今も実現してるもん。でこの先じゃあどうなってくるんだろうって言われた時に、この先かどうなるんだろうね。自分がゲームの中に入るっていうのはひょっとしたらまあ今そのみんなが想像できる最終的な部分なのかもしれない。でそれに半歩近づいてるのが VR みたいなものなのかなとかってちょっとね感じてたりはするんですけれどもね。まあ VR やったことない私ではあるんですけれどもね。では続きまして、紅茶ゴンディさんからのコメントです。社会人1年目の時の話が聞きたいんごということで、社会人1年目の話はそんなに話せるようなことがないので、僕が社会に出てから、だからまあ影響を受けたというかまあ結構その一番初めの方になんかこう、ああ、こうあるべきだなみたいなのをいろいろ考えたきっかけになったようなことを、の時のことをお話できたらなと思いますけれども、まあ、会社入って、なんかやりたかった職業があったので、まあ、その業種に入ることができたわけなんですよね。ただね、やりたかった仕事だったはずなのにね、仕事行くの毎日ね、結構憂鬱でしたね。やっぱ仕事になるとやりたいなと思ってたようなことでも、なんとなく憂鬱になるもんなんだなっていうのはね、ちょっと感じたりもしたんですよね。で、その職業で、まあ、一生懸命頑張ってるんですけど、そこね、社長がね、結構厳しい人で、ね、なんか業務与えられて、まあ、仕事やるわけじゃないですか。その仕事こなしたりしてると、パーってやってきて、押せんだよ結構きつめに言うわけなんでね。お前こんなチンタンやってたよ、みたいな感じ。で、何をやっても、指示されたことをやるんだけど、何をやってもね、すごいね、その、遅い。ずっと言われ続けてた。遅い。まあ、普通のペースで。与えられることを、じゃあやるか、普通にやってた。で、遅い、遅いって言われてたから、なんかそれ悔しかったんで、与えられたことをめちゃめちゃ早くやるようにしたんです。自分の中で。もうだから、もうちょっとした移動とかも全部走ったりするぐらい。ね。そんなわけで、与えられた業務に関しては、もう早く終わらせるっていうことに、とにかく集中してやってたんですね。で、そんなある日、違う部署に助っ人に行くことになったんです。助っ人に行って。で、そこの偉い人がいて、まあ僕にいろいろ仕事振るわけですよ。で、僕はとにかく早くやらなきゃってね、急いでめちゃくちゃやるわけですよね。したら、そっちの部署にいた偉い人は、それすげえ気に入ってくれて、めちゃめちゃ早いね、終わるのって。で、そのまま気に入られて、その人のところの部署でそのまま働くことになったんだよね。で、すげえ気に入られて、で、僕も、そうやって仕事早いじゃんって言われるから、嬉しくなって、だから、その、与えられることに対して、早くやることをすごく集中してやるなと。で、早くやったらミスになるから気をつけなきゃいけない。もちろんそういうのも含めた上でミスしないようにスピーディーにやるように。だから短い期間で2つのね、なんだろう、自分の中のエネルギーみたいなのが活性化された。一つは、ダメだって言われることに対して反発心。何クソやってやるみたいな反発心。そしてもう一つは、期待されることに対する、答えたいっていう気持ち。仕事早いね、君って。喜んでもらえて期待されたわけだ。それに対して答えたいみたいな気持ちになったっていう2つのエネルギーがね、僕の中に芽生えた、ね、瞬間だったなぁなんて思っております。で、その時のその僕のことを気に入ってくれた人は、僕はすごい尊敬してますね。まあ今何してらっしゃるのかなぁなんて思ったりはするんですけれども、コミュニケーション能力とか、なんかすごい高い人だったなぁなんて思ってます。まあその高いコミュニケーション能力を使って僕を焚きつけてくれたのかもしれないね、ひょっとしたらね。なんて今になってみるとちょっと思い返すとね、そういう風に思うところもあるかもしれないな、なんていう風にちょっと思っております。職場でどんな人と出会えるかっていうのはそのね、すげえ大事だな、なんて思うんですけれども、反面どんな人と出会ったとしてもそれをエネルギーに変えられたらもっと強いよな、なんてちょっと思っちゃったりもしておりますね。ということで続きまして、みたらしの団子さんからのコメントです。学生時代の話聞きたいです。お前ちょっと話聞きたがりだな社会人1年生の次は何、学生時代の話か。学生時代は私、上司なんて興味ねえしって言ってました。では続きまして、ぬくさんからいただきました。初めてコメントします。悩みを相談させてください。私は生まれてから今日までの人生うまくいきすぎています。ピンチだと思っても最終的には自分にとって都合のいい方向に物事が動きます。まるで世界は私のためにあるみたい。どうすればいいでしょうか。世界はぬくさんのためにあります。
ヌクさんに合わせて世界が回っております。さてそんな世界の中でヌクさんはどうなりたいですか。みんなから奪い取って自分だけが得をする独裁者になりたいですか。それとも弱い人を助け正義の味方の勇者みたいなヒーローになりたいですか。どちらを選ぶのもヌクさんの自由です。どうなりたいですか。では続きましてのコメントです。メガトンさんからのコメントです。刑事チャンネルの恋愛話聞きたいですということで、おい聞きたがりだな今日は。なんだ社会人1年生から学生時代から続いては恋愛話か。恋愛話に関しては次回のお楽しみということで、今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。で皆さんのコメントから、ピックアップして次回の話でまたお話しさせていただきたいなと思っておりますので、皆さんのね、近況や、話してほしいトークテーマなどなどありましたらどしどし書いていただければね。残念なことにただね、トークテーマとは全く関係ないことを喋ることが多々ある多々ある。気をつけなあれや。というわけでご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。